四島交流等事業の再開は日露関係における最優先事項の一つです。橋と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。文雄様お願い申し上げます。ロシアによるウクライナ侵略によって日露関係は厳しい状況にありますが、政府として領土問題を解決し平和条約を締結するという方針を堅持してまいります。北方墓参をはじめとした四島交流等事業の再開は日露関係における最優先事項の一つです。ロシア側に対し今は特に北方墓参に重点を置いて事業の再開を引き続き求めてまいります。私は本日の司会を担当させていただきます。元島民2世の落語家三遊。78年前北方領土がソ連によって不法占拠されたまま今日に至っています。決して許されることではありません。